この時間はマーケット関係者が投資のヒントや注目のトピックを独自の視点で解説していきます今日の解説は日経マネー宇須田さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ宇須田さんと今日お送りしていくテーマこちらになります投資ぽい活に異変があり 投資のポイント活動こと、はいそうです、ねまあ、あの投資することでポイントを貯められるサービス、まあ、これ以前からいろんな証券会社で行われていることですけれど、はい、この界隈でまで、あ、いくつか動きがありまして、まあ、個人投資家がどの証券会社を選ぶかというところにも影響してくるかもしれない動きもありましたのでちょっとと順番に紹介していいこうかなと思います、はいでまあ、今回取り上げるトピック2つあるんですがそのうち、まあ、よりインパクトが強そうなのがこちらですね。ねマ、うんまあ、ネックス証券が、D、カード積立を 始めますという D カードって NTT ドコモが発行するクレジットカードでして、はい、まあこののカードを使った決済でで投資信託積み立てができるるようになると、うん、まあ従来、投資というのはまあ事前に当然証券会社に入金しておいたお金で買うのが普通なんですけれどそれがまあカード決済で買える、はい、カード決済というのは後払いですから、はい、先に投資が手に入って後からその購入代金がまあ1か月ごとかに引き落とされるというでそれによってあの買い物でクレジットカードを使うときと同様にポイントが貯まりますと。うん こういうまあその最大イポイント関係率が1.1パーというふうに書いてあってあ<ー>結構まあちょっとインパクトの大きいことであるんですけれど、まあこのカード決済で通貨を積み立てられてポイントがつくというのは別に新しいサービスじゃなくて、はい、各社やってますしマネックス証券も以前からやっています。はい、で今回のリリースの新しいところは使えるカードが D カードになって、はい、貯まるポイントが D ポイントになるというところなんですね。あ、はい、の従来はこれあの独自カード独自ポイントこれマネックスカードというこの,このう、ね、証券会社が発行しているカードと、はい、マネックスポイントってこの証券会社だけのポイントが 溜まっていましたと、はいまあ、まあ、ネックスポイントもまあ D ポイントなんで交換できるんですけれど D ポイントというのはまあ通称ドコモ経済圏とも呼ばれまして、まあ、幅広いお店で貯めたり使ったりできるポイントですのでやっぱりまあそちらが直接溜まる方が便利ですよねという今の時代のポイ活っていうのはまあその楽天とかですね、うん、いろいろな経済圏がいくつかありましてはい、はい、どこに参加するかを決めてまあ積極的に囲い込まれる方が有利というふうにされているのが原則ですので。はい D カードというのはドコモ経済圏を選ぶ人にとってはまあメジャーなまあ基本となるカードを,これを持つことでドコモ経済圏では優遇される仕組みというような形ですのでじゃあもうすでにそれを使っている人にとっては証券会社マネックスを選んだ方が乗り換えた方が有利なんじゃないかという人がまあたくさん出るというですねそうなるのでそういう意味でインパクトの強いニュースでしたと D カード積み立ては7月5日、今週金曜日からです。ねりままましちょっとおさらいいにななすけど次のスライド行きましてまあなんで まあ、投信のクレジットカード積み立てが重要でその界隈の動きがあるかということなんですけれどはい、はい、まず、まあ、投信をカード決済でポイントが貯まるというのは考えてみるとちょっとすごいことでして<ー>普通の買い物というのは物やサービスが手に入る代わりにお金が減りますよねとでねでクレカのポイントというのはその減ったお金のごく一部がポイントとして戻ってくるというサービスーなのでまあこれポイントを貯めるためにたくさん買い物をするというのはある意味本末転倒ということになるわけなんですよね。<laughs> はい、なんですけどこれ投の場合は これ現金という資産を投資という資産に交換しているだけなんですね。減ってないですねそうところは増えることを期待して買っているのが投資なわけなんですけれどなのに結構金額は大きいのでポイントは結構多くなると貯まる量はるつまり考え方によってはお金を使わずに大量のポイントが貯められる、まあ、一番おいしいポイ活というです、ね、<ー>ことになりまして投資、はい、5万円買って還元率1%だったら500円分のポイントになると。投で,で損が出なければ ここれが実ただ取りしたことになるんですよね、うん、そうでで、ね、損が出ななければそうでなんでこんなポイントの原資がどこから出てくるんだっていう話なんですけど、まあ、当然物やサービスを買っている場合はまあ利益が出ますから、はい、そこからその決済手数料をカード会社に払ってそこからポイントが出てくるという話になるんですけまど投資ってまあ今ネット証券だと販売手数料なんてほぼ取ってませんので、はい、で、まあ、手にあの証券会社の収入というのはまあ信託報酬の一部が長い時間をかけて、うん 入るというそれだけなんでその収入を回収するのに時間かかるのに最初の瞬間にポイントをどんと出すということなので結構、これ大盤振る舞いなんですよね。なので逆に言うと個人の側からするともらわない手はないようなですねサービスということになってましてで、丸二の方がですねなんでこの会話にちょっと最近動きがあるのかという話なんですけれどこれはまああの市場が一気に拡大するタイミングだったからなんですね。 それかで投資を買うとポイントが貯まるのは基本積み立ての場合だけで、しかも月の上限が決まってるんですね。ま、はい、さっきのような理由で、あの例えば金持ちが一気に何百万円何千万円投資、うん、ドンとかってそれにそのままポイントつけてたら成り立ちませんので、はい、積み立てだけそので上限が今まで5万円というルールがあったんですね。そで,ね、はい、でそれが 今までその去年までは積み立ての基本で積み立て n i が基準になりますので、はい、そうするとまあ月 3, 3万3000円まででしたから5万円で収まってたんですけれど新ニーサだとまあ積み立て装飾の基本月10万円ということになりますのでそれだと足りないということでまあこのルールの方が改められて10万円まで OK ということになってつみ立てをする人も増えたし1人当たりの枠も2倍になったということで市場が一気に拡大しまして。 でここでまあちょっと口座の獲得に重要になりますので、はい、競争が起きているとなるほどただしこれ競争したからじゃあポイント還元率が増えてるかというとそうとも限らずそう実は解約されてるケースの方が目立つようなところもありまして要はその原資のないところで無理やりポイントをつけてるような形になりますので、はい、金額が多くなったらあのそれ5万円が10万円になったらそのまま2倍ポイントをつけるというと証券会社がすごい大変なんですね。なう,そう,そう なのでむしろその最初そのなんか勢いをつけるために最初やるんだけどだんだん悪化させていくみたいなですねポイント還元率という流れもある中でもう10万円になったときにもうこれは無理だという感じでちょっと今までよりちょっと条件を悪化させて存続させるみたいな例も出ていますとはいじゃあ具体的にまあどんな感じのサービスになっているかって各社の今の状況を比べてみたいと思いますけれどでえとこちら、まずマネット証券のトップ2、楽天と SBI 証券なんですけどそれぞれですねあのカードの種類によって 還元率が違ううといい仕組みになっています,とす、ねはい、利用者が年会費を払うゴールドカードとかプラチナカードとかですねそういう上級カードになると還元率が高くなるんだけどああ、ね、普通のカードだと0.5%というのが基本になっていますうん、うん、当然その還元率高くもらっても年会費の方を上回ってくれないと <laughs>、ね、<laughs> 逆にお金はなくなっているというです、ねえー、形になっているんですけれどで、まあ、楽天の方はこれたまあは楽天カードというカードで、まあ、たまるのはの楽天ポイントですと。はい でこれまああの楽天ってポイントあのクレーカー積み立てでポイントが貯まるのまあ草分けみたいなところでこのサービスによって一気に業界などのシェアを高めたと言ってもいいような感じなんですけれど,ど、はい、こちら、実はあの以前は常に1%が貯まっていたんですけどちょっと近年、解約されましてですね、はい、一般カードだとまで落ちていると競争、うん、の激化でというかまああの規模が拡大してきたんで<ー>今までどおりは出し続けられないということなんですね。 なんですけどこちらその信託報酬が高くて証券、うん、会社にちゃんと収入が発生しているような投資一部の投資ですと1%出すというようなそういう状況になっています。SBI の方なんですけどこちらの V ポイント貯まるのはで三井住友カードと組んでやってまして、はい、まあ V ポイントはちょっとなんかあ,のあんまり馴染みがないかもしれないんですけど、はい、この前 T ポイントと統合して、うんはい、一応新たなそのポイント経済圏として派手に名乗りを上げている、うん、てところなんですけれど。はい こちらがそのまあ還元率としては平と似,たようなくてと似たような感じなんですけれどちょっとカードの年会費が上の方のやつは結構高いです。ねそうただし SBI の場合はこの年間100万円以上とかですね300万円以上とかすごいたくさんこのカードで買い物をする人にとってはこれよりもどーんと還元率が上がるという仕組みになってそういうういいいいい人を囲い込みたいという感じになっていますねはいじゃあ残りになりますが。 はい、先ほどのトピックであったマネック証券の状況はどうかというとちょっとこれ複雑なルールで月5万円までは随分還元率高いですねこれ1.1%、はいね、だけどこれは10万円のうち5万円までこの還元率で超えた分は順次下がっていくこれ積み上げていくと10万円積み立てると,、えー、と月に730円ポイントがつくことになりますので実質0.73%と、はいはい、そうするとさっきのゴールドカードの社、うん、さっきの2社だとゴールドカードで0.75%なんで、まあ、それと同等のものが 無料のカードでもつくというので、若干ちょっと有利な面はありますね。うん、で、あとゴールドカードの場合だと新入社の中だと10万円までずっと1.1%、うん、ただし年会費はちょっと高くて1万1000円というですね。なるほど。形になって、でこの D カードのゴールドカードってそのドコモのサービスに積極的に囲い込まれて、はい、ドコモの通信料金たくさん払っている人にとっては結構いいカードなので持っている人多いんですね。うん、なんでそういうもともと持っている人にとってはこれマネックスに取得と一番還元率が高い。うん ということにはなります、うん、これだけで取り替えうとすると結構大変なんですけれどと <laughs>、はい、使っっててる人にとってはね、うん、あんまりポイントを使わない私でも D ポイントを持っているので <laughs> 確かにそういう見合いもあります、ね <laughs> はい、で右側、au 株価も証券 au と名前が途中から付いたように、まあ、au 経済券の中で、うんはい、たまるポイントがポンタポイントということになるんですけど、はい、これは結構、副平みたいなもので a u ペイカードというものになりますと、うん、特に条件なしに無料のカードで料理1%が。はいえー つくということになりますので、完全にそれだけで見ると、結構お得なものになっていますと。はい、ですね、はい、で,すねで、まあ、あの、もう一つポイント経済系、あの、ペイペイっていうのもあるんですけれど。はい、これの中にあるペイペイ証券というのは、ちょっと特殊な、まあ、日本株の銘柄でも、全部買えるわけじゃないみたいなですね。<ー>ところなんで、ちょっと今回は割愛させていただいておりますと。はい、はい、で、もう一つポイントポイ活に関するトピックがありまして。はい、こちらがですね、松井証券がイレコでポイントを付与すると。はい。はい、イレコで。そう。 こちらはですね投資の,の決済の時にたまるポイントじゃなくて残高持っている投資の残高に応じてたまるポイントというタイプなんですね。<ー>これもまあ新しいものではないんですけれどイデコの中ではあんまりやってなかったと。これあの残高の0.0175%えらい少ないなという話なんですけれどこれあのの決済した瞬間に投資の買った瞬間にたまるだけじゃなくて毎年これ。 しかもこ0.0175%というのはすごくコストの低いオルカンとかです、ね、そういうようなインデックス一部投資の話で、うん、もうちょっと信託報酬がすごく高いものですと最大1%たまったりとかです,、ね、<ー>するようなんですけれどただし、この残高ポイントは前から何社かやってるんですけどイデコの中ではほとんどポイントついてなかったんですね。うんでまあ、株価も証券がほんの一部 はい、自社グループがやっている答申だけでつけているみたいなことたちだったのが、つい、うん、のイデコで買えるものに関しては全部できますと、これが8月1日からサービスということになりますね。はい、そう実は、イデコって最近、ちょっと影が薄いに差が派手すぎてですね <laughs> 形になってるんですけれど、<laughs> ね、これ、実はちょっと動きがありまして、はい、今度の12月にまあ法改正で、まあ、来年の引き落とし分から拠出額の上限が上がるんですね。これはあのーまあ 企業年金と入れ子を併用する人の上限というのが今まで1万2000円だったのが当然、条件付きなんですけど2万円まで上がるということで結構、入れ子その1回始めちゃうと60歳まで絶対に下ろせないというところが不便なんでちょっと NISA と比べて賭けが薄くなっているところはあったんですけれどやっぱりその給与収入のから払う税金も減らせる節税効果という NISA にないメリットの部分も。 ありますのでこの辺もちょっとまあ標的式魅力的なサービスなんですけれどそこにちょっと動きがあるということでこちらのサービス競争もひょっとしたらちょっとポツポツ起きるのかなというようなですね兆しを感じさせるようなトピックでした。ということでまあ以上ですねその投資でポイントを貯めることに対するちょっと2つのトピックを それ,ぞれ紹介させていただいたただ形になります、はい、のお話の中にもあったんですけれどもその還元率がどんどんもしかしたら下がってきちゃうかもしれないと<う>なるとやっぱりロケットスタートでいった方が、ね、お得ではあり,まか、ね、そうありがちなのはそのサービスを開始した大々的に打ち出す時だけ還元率高くって知らぬ間にユーザー集まってくるとだんだん減っていくっていうですね、はい、パターンは多いので今,今挙げたサービスも。 今の条件のままずっと続くとは限らないというのはですね注意が必要になりますわ、はあ、かりましたということでここまで日経マネーの宇田さんに投資っぽいかつに異変ありというテーマでお答えいただきましたここまでどうもありがとうございましたありがとうございました